こんにちは、稲葉です。今回のパワポは動画です。パワポに動画を入れるってもう普通にありますね。それを再生するときにかっこよくやるいう方法になります。では早速始めます。はい、では一つの方法になります。はい、こちらですね。アメリカの NASA のロケットの打ち上げの動画。これを使ってみます。はい。はい。動画ですね。これちょっとスライドショーで見てみます。スライドショーの下に、この再生バー、メディアコントロールといいましょうか。こういうのがありますね。これを置いて始めてもいいんですけど、動画のどこの部分をクリックしても始まりますね。これは普通のやり方です。で、まず、ここでは、まず一つは、スライドショーにメディアコントロールの表示というチェックがありますね。このチェックを外してみます。はい。下のちょっとコントロールのバーが消えました。でちょっと目障り言うたらなんですけど、そういう部分がなくなったので綺麗に見えます。はい。次ですね。もうちょっと工夫しまいって、別のスライドでプレイバック、再生という意味ですけど、プレイバックとかいうボタンを作ります。それを動画に貼り付け。で、ここも開始のタイミングになるんですけど、ロケットの再生いうのが、これです。これがロケットの再生。この再生がプレイバックが押された時にする方法です。開始のタイミングで、どちらをクリック、プレイバック、プレイバックですね。プレイバック、それを選択します。はい。このようになります。ここでスライドショーで見てみます。はい。はい、プレイバックを押すと再生しました。はい。で、このプレイバックですね、別に動画の上に置かなくても大丈夫です。こんな例。はい、ちょっとご覧ください。はい。まずは、こうなります。はい。はい。ウォッチビデオというのを入ってくる。で、プレイバック。はい。動画が再生されます。このような見せ方もできます。まあ、かっこよさを意識したようなものですけども、一つの方法です。ただ、この方法ですけどね、メディアコントロール消しまいったけど、あった方がいい時もあります。それを何か言いましょうと、コントロールの場合は、ここで止めて、で、もう一遍押すと、ここから始まります。で、この方法ではそれができないみたいです。もうプレイバックを押すと始まって、で、もう一度押すと止まります。
で、そこから続きを見るいうのはちょっと難しい。また最初に戻ってしまいます。その辺がちょっと残念なところですけども、まあ、そういうことをしないなら、一つの見せ方にはなると思います。はい。短い動画でしたけども、いかがでしたでしょうか。実は今日の土曜日、午後から、今年最後のパワポ活用セミナーを開催します。で、取り上げるものの一つは、これ。はい。で、他にも、いろいろ動画を作るときのテクニックというのを、まあ、レクチャーしますけど、また YouTube で出していきたいと思います。はい。今回はこれで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。では、また。